はい、お疲れ様です。暗号通貨ニュースでございます。イーサリアムのアップグレード上海が終わりまして価格が少しずつ上がっているところですけども実際に今後この価格ってどういうふうになるのか AI に回答していただきました。よろしくお願いします。え質問です。暗号通貨イーサリアムアップグレード上海の将来の価格見通しを予測しますということですね。回答いただいているのは え、AI 言語モデルとしてイ s サ g アップグレードを上海を含め暗号通貨の将来の価格を確実に予測することはできません。暗号通貨の価格は市場のセンチメント、収載率ですか採用率、えー、規則、技術の進歩など様々な要因の影響を受けます。そうですよね。 ただしイーサリレムネットワークはそのパフォーマンスとスケーラビリティを強化することが期待される一連のアップグレードを受けていることは注目に値します。最も重要なアップグレードの一つはイーサ2 0アップグレードです。これはネットワークワークをプルーフォブワークかプルーフォブステイクスコンセンサスメカニズムに移行することを目的としています。なんとも舌を噛みそうなネーミングです。 上海のアップグレードを図かむ、アップグレードが成功し、広く採用された場合、イーサリアムとそれに関連する暗号通貨の需要が増加し、価格の上昇につながる可能性があります。ただし、暗号通貨市場は不安定で、変動しやすいことを覚えておくことは重要より、予測は慎重に行う必要があります。ということで、まあ、結局わからないということですよね。人間が考えても、AI に世界中の英知を結集してもらってもわからないということなんで、投資は自己責任でお願いしますということになりますね。まあ、考えてみれば当たり前ですよね。 まあでもね、先日私、イーサリアム全部手放しちゃったんですよね。25万前後だったんですけども、一時期ね、あの48万円ぐらいまで粘ったんですけども、そこまで戻らないかなと思ったんで、今回決済しちゃいました。焦ったかなやっぱり。50万まで持っときゃよかったですかね。はい、以上です。